はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月後半のタロットリーディングをさせていただきます。それから6月9日に占星術のワークショップを開催できることになりました。詳しくは概要欄に詳細のリンクを載せていますので、そちらからご覧ください。これは全く初めての方でもちょっとした占星術の情報で深く自分を知っていけるっていう内容になっています。リアルに会場にお越しいただける方はもちろん、オンラインでも受講していただけますので、ぜひ詳細ご覧いただければと思います。では行きましょう。5月後半です。お願いします。あとですね、枠が少ないんですけれども、そのイベント会場で対面の個人鑑定も受け付けていますので、こちらもご覧いただければ嬉しいです。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。5月後半どうでしょうか。バンド6逆、お月3逆、カップ6の逆、ソード3、ペンタクルス3、マジシャン逆、ソード6の逆、気をつけることや対策はカップの2と、ペンタクルス9の逆と、オラクルは、はい、ソードの8です。そうですか。5月って前回も言ったかもしれないんですけど、とにかくこう発展運が強い、こう盛り上がっていくっていうエネルギーがあるので、まあ、それだけ強いこう動きのある変化のあるエネルギーがある時っていうのは、自分自身っていうのをしっかり保っておかないと飲まれてしまうっていうか、流されてしまうみたいなことが起こりやすいのでね、そこは気をつけていただきたいんですが、まあ星の話からすると、やはりこの5月の後半、特に20日以降っていうのは、人との関わりっていうのがもっと濃くなっていく、深くなっていくっていう時になるんですね。で、特に獅子座の皆さんはもう本当に今年はこれでもかっていうぐらいにこう人との関係を強化されていますから、1対1の関係性だけでなく、この5月の後半っていうのは仲間とかグループとか、一緒にこう同じ方向を向いていきたい人たちみたいな、そういうサークルとかも含め、そういう人たちとの関わりがすごく強いので、非常に豊かな人間関係がありそうな時になります。特にそれは5月23日の満月でもそうですし、24日以降もその社交性とか愛情とか豊かさとか、自分の美しさや自分の価値っていうものも、そうやってたくさんの人の中で磨かれるよっていうところに入ってきますし、またそういうたくさんの人と関わるきっかけがあるよっていう流れなので、非常に人間関係豊かなんですね。その人のつながりとか、人の流れが豊かであればある分、自分っていうものをしっかり保っておかないと飲まれるっていうのはなんとなく想像つくと思うんですけど、カードで見ても非常に自分を縛ってるなって感じがします。これがオラクルに出てくるっていうのはもう本当に自分の思考で、私はもっとこうしなきゃいけないんだとか、もっとこうやらねばいけないんだって言って、もう自分をぎゅうぎゅう縛っている、自分にプレッシャーをかけすぎているかもしれません。どうですか皆さん、自分にプレッシャーをかけすぎてませんか今。やっぱりこれは普通のことですけども、すごくもっとこうしなきゃいけないんだって言ってキューってなってる時よりも、ものすごくリラックスして緊張してない状態、緩んでいる状態の方が、実は自分のこう能力って発揮しやすかったり、自分らしさっていうのも出てきやすいと思うので、まずは意識的にね、なんかこうたくさんの人の中でちゃんとしなきゃいけないとか、自分をもっとよく見せなきゃいけないみたいな思いがもしあった方は、意識的にそれを外してみてくださいね。そう思ってるのはもしかして自分だけかもしれないみたいな、他の人はものすごく高く評価してたりとか、そのままのその獅子座の皆さんの姿っていうのをそのまま受け取って、そうなんだって思ってるのに、獅子座の皆さんだけが自分のことをもしかしたら責めてるかもしれないので、ちょっとそこだけね、こうあらねばならないという自分の理想の姿に、理想像で自分を縛ってませんかっていうのがまず一つのメッセージです。強いこれはメッセージなので、ちょっと振り返ってみてくださいね。そしてなぜそう思うのかって言ったら、やはり自分が期待しているような反応が周りから来ないとか、ここまでやったんだったらこれぐらいの反応が来るだろうみたいな、そういった自分の頭の中で作り出した物語っていうものの通りに物事が進んでいないっていうところで、ああもっとこうしなきゃいけないんじゃないかみたいな、すごく周りの人の目を気にしてるっていうのがあるんですけれども、そこはですね、気にすると沼に入ってしまう感じがあるので、意識的に気にしないように意図してください。っていうのは、今のこの宇宙の流れっていうのかな、この時期に起こってる獅子座の皆さんにとっての学びっていうのは、
その他者に合わせて自分をどう作ろうかではなく、本来の自分で他者とどう関わるかっていうのが一番のメインポイントなわけですから、その例え誰かと喧嘩をしたりとかね、揉めたりとかしても、それをどうクリアにしていくかっていうところで自分自身が磨かれるわけなので、何も恐れることはないんですね。別に相手が怒ったとしても嫌われたとしても、それはそれっていう、それを踏まえて私はどうあるべきだったのかなとか、やっぱりそうだなみたいな、自分っていうのは深く知っていく、そして対等に関わっていけるようになるっていうのが大きな学びなので、決して自分を卑下しないでくださいね。でこれまでのところもすごくうまくやってきたじゃないですかみたいな感じもあって、これはやっぱりカップの6の逆なので、自分自身で気持ちを切り替えて、よし頑張ろうとか、こういうふうにしよう、自分なりにこういろんな人にも優しくしようとかですね、自分なりに気遣ってやってきたものって決して悪いことじゃないし、それはちゃんと生かされてるじゃないですかみたいな感じで言われています。そしてここからの流れとして、ペンタクスの3が出てるっていうのはとてもいいですね。仲間と一緒にやっていくとか、自分と同じ人じゃなくても、同じ感覚を持ってる人じゃなくても、この人はこういう感覚なんだ、この人はこういう感覚なんだっていう、こういろんなね、全く違う価値観のもの同士が集まって何か大事なものを作っていくっていうのがあるので、おそらく星で見てもね、社会運もある、社交運もある、人間関係が強調されているってなると、人と関わらないわけがないよねって感じがあるんですけど、それでも、やだやだ関わりたくないって言って、閉じこもることもできるし、今そういう時だったら、ちょっと関わってみようかな、ちょっと行ってみようかなみたいな感じで、ちょっと開いてみると、意外と受け入れられてるっていうことを感じると思います。もちろんね、人慣れしてないと、いきなりいろんな人に会うと疲れるっていうのはあると思うんですけど、それでもちょっとずつちょっとずつ自分の世界を広げていくようにしてみてくださいね。そうすることでとてもね、いい感覚が芽生えてきそうだなと思うんですね。でその後やっぱマジシャンの逆っていうふうになるのあるので、そうやって人との関係の中で自分がやっていきたいこととか大事にしたいことっていうのはなんか生まれそうなんですけれども、ちょっとそれを構築していくには少し時間をかけたいって感じですかね。自分はこうしたいと思ってもそれがすぐできるっていうよりは、5月の末はまだね、まだその渦中の中なので、エネルギーがすごく動いてる渦中の中なので、その中で自分っていうものを深く深く掘り下げていくっていうことに焦点を置いてください。物事がうまくいくことだけがいいことじゃないっていうところでね、何か状況が変わることだけがいいことじゃないっていうところで、深く自分を信じられているかどうか、他者に対してどれだけ免疫ができたかとか、どれだけ言いたいことが言えたかとか、そういうところで自分の価値っていうものをこう膨らませていってるところっていう感じがします。そして対策としてやっぱりここでカップの2とかペンタクスの9が出てるというのは、とても素晴らしい、やっぱり社交運というか発展運があるなって思います。ご自身では自分のことを責めやすかったり、もっとこう、ね、こうあらねばならないみたいな思いあるんですけど、でもすごく人と接する機会ありませんかみたいな、その中でちょっと自分がカッコつけるわけじゃなく、こう苦手なことをシェアしてみたり、私こうなんですよねみたいな感じで感情をシェアすることによって相手もシェアしてくれる、すごくいい関係が生まれそうです。そしてその関係性っていうのが何かビジネスに生かされるのかとか、状況に反映するかというと、それちょっと時間がかかる感じがするんですが、でもすごくいい雰囲気がするみたいな感じですね。なので一番言われているのはやっぱり人間関係ですね。そこが強調されています。心の持ち方としては自分自身を責めないっていうことと、他者に認められることよりも自分自身を認めることを優先して行ってほしい半月だなっていう感じがします。ちょっともう少し見てみようと思いますが、そうね、これをねビジネスで言うならばいいですね。ワールドとか出てるので、やっぱり、ね、今ね星で見ても非常に社会運がある時なんですね。自分が行きたい世界を行きやすい時、社交運があるとか、人脈が広がりやすいとか、上司とか目上の人から目をかけてもらいやすいっていう運勢の中にいるので、ご自身がその気になればいくらでも自分の世界は広がるよみたいな、そんな感じで言われています。ただ何か自分の中ではまだ準備ができてないんだとか、もうちょっと時間をかけてちゃんと整えたいんだみたいな思いがあるので、慎重に行くんだなって感じがします。でビジネスにおいてもこれだけ社交運があるとか社会運がある時っていうのは非常に流れはいいんですけれども、目先の流れとしては自分が想像しているように流れているわけじゃないっていうことだと思います。発展
業の中にいる時って何がどう発展してるかわからないんですよね。単に売上が上がるからいいというものだけではないですよね。そのこれからずっと仕事が繁栄していくための基盤が発展してるかもしれないし、人脈が発展してるかもしれないし、こう経済のなんか流れがうまく整っているのかもしれないし、どこで発展しているかわからないけれども、なんだか目の前の現実だけで判断して自分がうまくいってないっていうふうに思いやすいので、まあ、そこに注意です。一番でも発展しているんだろうなと思うのは人間関係なんですけどね。この時期出会う人たちとか関わる人たちの中で非常に大事なことを学べる、感じられるっていうふうにあります。まあただね、先ほど言ったみたいにそのオラクルが自分を責めすぎてるっていう風になっているので、本当にその自分を責めるっていうのはやめてほしいなっていう感じがしますね。考えすぎる傾向があるのかな。ここでもソードの語が出てるんですけども、考えても、例えばですけど、考えて答えが出るものと考えても答えが出ないものってあると思うんですね。なので余計なものは考えないぐらいがいいかもしれないです。そしてまたここでもね、カップの2っていうのが出ています。これもカップの2っていうことなので、2枚もカップの2が出るっていうのは本当に豊かな関係性があるってことなので、何か嬉しいことがあるはずなんですよね。人を通してです。これは感情のシェアとか喜びのシェアとか、人から嬉しいことを聞いたり自分もなんか伝えたりとかして、誰かと関わって豊かな感覚を得られてますよっていうのが出ているので、せっかくその感覚があるなら、それをもっとその、ね、自分を開けばもっとそれは入ってくる。でもそれをどんどん自分でその縛ってしまわないようにだけ気をつけてください。はい、ということで、まあ一番は恋愛にしてもですし、仕事にしてもですし、一番はやっぱり自分で自分を縛ってませんかっていうところですよね。無防備な人って本当に可愛いじゃないですか。そういう感じでいいんじゃないかなっていう感じがしますけどね。でじゃあそんな無防備で何も考えないでいると仕事でも失敗するかもしれませんみたいな心配が出てくるかもしれないんですけど、この時期っていうのは非常に恵まれてる、仕事運も恵まれてる時なので、その変に手を抜くという意味ではなく、肩に力を入れすぎずに普段の自分、リラックスしている自分で仕事に向き合った時にかなりの能力を発揮するはずなんですね。その自分でいてほしいっていう感じです。力を抜いて。はい、ということで、ちょっと最後に1枚またオラクルカードを引いてみたいんですが、獅子座の皆さんはこれかな。よし、はい、大天使さんが出てきましたけど、こちらですね、このカードを見てまた何か感じることがあったら、ご自身へのメッセージとして自分の直感でね、メッセージを受け取ってみてください。そしてどんなことを受け取ったのか、またねコメントを教えていただけると嬉しいです。まあ楽観的にね、希望を持っていきましょうって感じがします。ニュービギニンズって書いてあるので、新しいことが始まるよって、うわどうしようっていうよりも、なんか新しいことが始まるのかもっていう、こうなんかふわーっとした喜びが胸から溢れてくるみたいな感じがしたので、その感覚でいてください。決してそれを縛ってしまわないようにねしてくださいね。はい、ということでここまでにしておきます。何かしら良かったよっていう方は、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると、本当に今後の活動の私の糧になっていますので、よろしくお願いします。はい、ということでまた次回5月末ぐらいに次の動画をアップしたいと思います。ということでありがとうございました。失礼します。